さん、こんにちは。宝塚駅の見方を始めます。縁あっておよそ100年分の歌劇や宝塚グラフ、そして本公演の100年分の脚本を読む機会を得ました。そこから見えてきたことをもとにお話していきたいと思います。今回は菊田一夫について。菊田一夫さんは日本の演劇界を発展させた功労者として知られますが、宝塚劇の脚本も手掛け、大きな発展をもたらしました。結論から先に述べると、宝塚劇の創設者小林一郎さん没後、菊田一夫さんは宝塚劇の愛の表現をガラリと変えたというお話です。では菊田一夫さんと宝塚劇との出会いから見ていきましょう。12歳から大阪神戸で過ごした菊田さんは、当時の花組のスター奈良宮子さんのファンの女性アプローチしたく、宝塚少女歌劇を見るようになります。機関誌歌劇に詩の投稿も行いました。淡い恋心から宝塚劇と出会ったんです。17歳の年、その彼女とは結ばれることなく、詩人として名を成したいという思いから上京、やがて浅草の経営費の世界へ飛び込むことになります。古川ロッパさんの台本を書き、1930年代には働か芝居を書く人気作家になりました。そして1940年、32歳の年には宝塚劇に赤十字旗は進むの脚本を提供しています。菊田一夫さんが宝塚劇に大きく関わるようになったのは1952年、54歳の年です。サルトビサスキを皮切りに、同年、ジャーの踊り子、翌年にはヒメイルの塔と、次々に作品を発表します。初期の作品で注目すべきは、1954年の君の名は、ワルシャーの恋の物語です。2年前に NHK ラジオドラマとして連続放送され、その人気から映画になるなど、大人気作となっていた君の名はの、宝塚歌劇版でした。今風に言えばメディアミックスで、宝塚劇における先駆けの一つになります。物語はラジオ映画版の舞台である日本から19世紀のポーランドへと置き換えられました。では宝塚劇版のあらすじを見てみましょう。ネタバレありです。農家の娘エリーナはロシアへの反乱の戦火の中、とある橋で音楽家で革命軍の民兵となっていたジュリアンに助けられます。二人は半年後、同じ橋で再会を誓います。けれども名前は告げずに。半年後、橋を訪れた二人、でもすれ違いによって会えません。さらに一年後、エリーナは同じ橋を訪れます。ジュリアンも来ており、二人は無事再会できました。けれどもその日はエリーナにとって、ロシアの伯爵家の男性との結婚の前日で、ジュリアンとの思い出を断ち切るために来ていました。実はエリーナは調査をし、ジュリアンが結婚したと聞き、自身の結婚を決めたのでした。ジュリアンに別れを告げるエリーナ、でもジュリアンの結婚はデマだったことが後に分かります。結婚生活を始めたエリーナ、でも身分違いの結婚に対する姑からの責め、母の機嫌を損ねたくない夫の問題から屋敷を飛び出します。自殺をしようとさまようエリーナは偶然ジュリアンに助けられます。再会を喜ぶジュリアン、でもエリーナの中には子供がいました。二人とも死んでしまってからでも私たちは結婚できるかもしれませんね、というエリーナに、僕はこの世ではエリーナを諦める、君を忘れようと夫の元に帰るよう促すジュリアンでした。その後ジュリアンは自然の痛手から逃れるようロマの集団と共同生活。ある日そこに再び屋敷を飛び出したエリーナが来ます。子供は流産したと語ります。そこで二人は国境を越えようと決意します。けれども夫の指示を受けた秘密警察によってエリーナは連れ戻され、ジュリアンは革命児の罪、越境の罪を問われ、シベリアへ流されるのでした。物語の最後、病によって命が尽きかけたエリーナを夫がジュリアンの元に運んできます。そしてジュリアンの腕の中でエリーナは生き絶えるのでした。もともとラジオの連続放送劇のため、すれ違いだらけの恋物語ですが、この作品のポイントは、本当に好きな人は結婚前に出会っていて、結婚そのものが間違いだったことです。このことも、この時点の宝塚劇においては画期的ではあるのですが、エリーナの結婚生活が不遇で、彼女の罪が回避されている点もポイントです。君の名は、ワルシャーの恋の物語から3年後の1957年、菊田さんは
これまでの宝塚劇にはなかった作品を上演します。清く正しく美しくから大きく離れた作品です。19世紀フランスの小説家スタンダールの赤と黒です。主人公の名前は君の名は、ワルシャワの恋の物語と同じジュリアン。小説原作ですが、菊田版のあらすじを見ていきましょう。こちらもネタバレありです。木を切り出す職人の家に育ったジュリアンは立身出世を夢見、野心あふれる青年です。その語学力から町の司祭の推薦で町長の子供たちの家庭教師に抜擢されます。共同生活の中で裕福な貴族の暮らし、町長の横柄な態度に対する反感から、ジュリアンは二人の幼い子供を育てる低粛なネラーン夫人を誘惑します。若くて魅力的なジュリアンの強い推しに逆らえない夫人。ジュリアン、私はまだ今まで夫に対してこんなにまで苦しい気持ちを感じたことがありませんでしたと一線を越えてしまいます。以来レナール夫人はジュリアンを思いやり、夫に頼み国王を迎えるために警備する偽証兵に参加もさせました。やがて二人の仲は町の噂に。ジュリアンの行いに起こった司祭は夫人と引き離し、宗教をきちんと学ばせるよう進学校へ無理やり入学させるのでした。でも進学校の校長は宗教者というものに諦めを感じていました。そこでジュリアンをパリの公爵に紹介します。公爵家で秘書となったジュリアンは公爵の抱える訴訟問題を解決し気に入られます。さらに貴族の許嫁がいた伯爵令嬢に気に入られ、一夜を共にし結婚を誓い合う仲になります。結婚については伯爵はジュリアンの身分の低さから大反対しますが、娘の命を懸けた強い意志によってジュリアンを中佐という軍人の身分を与えることで結婚を許します。こうして結婚へと歩み出し貴族の仲間入りを果たそうとするジュリアンですけれども、彼の身元調査をした公爵はレナル夫人との過去の出来事を知り、結婚の許しを取り下げ破談にするのでした。野心がついえたジュリアン、その恨みから夫人をピストルで撃ちに行きます。そして場面は裁判所に。レナール夫人への罪を問われたジュリアンは、婚約者が努力した原型を受け入れず、その代わりに身分差別こそが問題と叫ぶのでした。ボーに戻ると、神に夫人を返してほしいと祈るジュリアン。彼の前に夫人が現れます。命が助かっていたことを知り、神に初めて感謝するジュリアンでした。夫人はそこにやってきた夫への決別を宣言。何もかも失った二人は愛だけを確認し合うのでした。そしてジュリアンは公主刑に。その3日後、夫人は子供たちと共に命を絶ちました。タイトルの赤は軍人、黒は宗教者を表し、当時の出世を可能にした道で、ジュリアンはその両方の道に翻弄されますが、今回のお話のポイントはそこではありません。君の名は、ワルシャワの恋の物語のジュリアンは、あくまで結婚を重んじるのに対し、赤と黒のジュリアンは、人妻に迫るキャラクターということです。また、ヒロインも、結婚がそもそも間違いだったエリーナに対し、結婚後何不自由なく生きてきたレナール夫人は、不倫という罪の意識を認めた上で、ジュリアンの愛へと溺れていくことです。赤と黒は、清く正しく美しくではありませんよね。ですから、それ以前の宝塚劇にはない作品でした。ではなぜ赤と黒が上演できたのでしょうか。それは上演年、1957年が大きく関係しています。実は、小林一三さんが亡くなった年なんです。1月に亡くなり、赤と黒は9月に上演されています。だから上演できたと思われます。上演後は賛否両論が起こっていますが、宝塚劇の愛の表現の大きな転換点となりました。赤と黒から2年後、菊田さんはさらに大転換をもたらします。ダルレイクの恋で、これまでの宝塚劇にはなかった激しいラブシーンを登場させます。貴族のヒロインが農民出身の成り上がりで軍人と名乗るも、詐欺師の疑いのある男と思わず恋に落ちてしまいます。家柄を守るため愛想尽かしをするヒロインに対し、男が要求した一夜のラブシーンは激しいものでした。私はあなたの卑しい要求に落ちて純潔を守るのです。卑しいことをなさい。私には卑しいことなどはできません。卑しくないことをいたします。
などやり取りされるこの場面は、毎回このシーンを見ようと出演者が舞台袖に集まったそうです。1966年、宝塚駅ではありませんが、菊田和夫さんはある作品の世界初のストレートプレイ化を行います。風と共に去りぬです。新帝国劇場が開場した年初演し、主演のスカーレットを宝塚劇団の卒業生有馬稲子さんと、在団中だった星組の大人気スター那智渉さんとがダブルキャストで演じました。作品は大ヒットし、6ヶ月にわたってロングラン上演されました。実は菊田さんはそれ以前に自身の宝塚劇の作品で男役の那智渉さんを何度もヒロインとして演じさせており、スカーレット役はその成果の延長でした。その後、卒業生の宇都宮昇さん、高月昇さんがスカーレットを演じています。ここまでの話を現在通じるようまとめます。不倫の行く末を描き切った赤と黒、これがなければその後の宝塚劇の発展はなかったのではと思います。ベルサイユのバラ、風と共に去りぬを手掛けた宝塚劇を代表する演出家に上田晋二さんがいます。現在宝塚劇団特別顧問名誉理事です。赤と黒という前例がなければ、アントワネットとフェルゼンの不倫を描いたベルサイユのバラの上演は、大ヒット少女漫画が原作とはいえまた違っていたかもしれません。またベルバラブームの熱気が続く中、宝塚劇版として各組で上演し大ヒットした風と共に去りぬは、菊田さんが上演していなければベルバラブームをきっかけとした宝塚劇ブームはもっと早くに落ちていたのではないでしょうか。ベルバラブームの時期を支えたもう一方で、宝塚劇を代表する演出家に柴田幸宏さんがいます。再演が望まれる作品を数多く生み出した宝塚劇の功労者のお一人です。柴田さんはベルサイユのバラが初演された1974年、主の男を上演します。主人公ジュリアンが活躍するこの作品は赤と黒を下地にしたと公言しています。赤と黒の主人公と同名のジュリアンは、孤児から成り上がりを夢見る青年で、位の高い軍人の娘、貴族で純真な盲目の娘を出世に利用します。柴田さんは翌年には赤と黒そのものを上演しています。この上演は評判となり、以後柴田作品では激しい愛が描かれていくことになります。1957年以降、宝塚劇の愛の表現は大きく変わりました。そこには菊田和夫さんという存在がありました。その影響はベルバラブームの時代にまでこだましています。今回のお話は以上です。ではまた次回。